クレア様、アジトに戻りましょう。お父様の仇は必ず取るのです。でも、さあ早く。くそ。これはクレアがそのままマフィア組織のボスになる流れだな。こんばん、タイムスリップ。ミステリアナインです。タイムスリップができるならしたいな。ワークたちはもう死んでるからこそやり直したいことがたくさんあるもんな。そうですね。普通人生は一度きりでやり直しができません。今回はそんな中であの殺し屋がタイムスリップをするお話ですよ。殺し屋がタイムスリップできたら一体何をするんだろう。過去に逃したターゲットを追うとかか。どうなるのか早速見てみましょう。今日は平和だね。彼は殺し屋のカカオアルカラム。その日は休日でリラックスしていますが、お母さんから嫌な知らせを受けることになりました。カカオに秘宝があるわ。秘宝？珍しいね。どうしたんだい？最近裏社会であなたの情報を聞いて回っている女がいるらしいの。なんだって？お兄ちゃんモテモテだね。一体それはどんな女なんだい？詳しい情報はわからないわ。ただカカオについて聞かれたという裏社会の人間が多いって噂よ。僕のことを裏でこそこそと聞いて回るなんて気持ち悪い女だね。お兄ちゃんどうするの？こういう時は先手必勝だよ、ガナ。こちらから出向いて痛い目を見せてやる。あまり目立たないようにね。気をつけるんだよ。わかっているよ。こうしてカカオは自分のことを探っている女に自分から会いに行くことにしました。噂によるとこのバーによく来てるらしいけど、どの人だろうか。久しぶりだね。ん？って君はもしかして忘れちゃったの？君は優しい人なのに。クレア、もしかして僕を探していたのって。ええ、私よ。なんと裏社会でずっとカカオのことを探していたのは、カカオが幼少期に恋をした相手のクレアだったのです。どうして君が僕を？もしかして復讐？確かに君たちアルカラム一族は私のお父さんを殺した。最初は少し恨んだよ。だよね。実はクレアのお父さんはマフィア組織のボスで、アルカラム一族のターゲットでした。そしてカカオはクレアのお父さんを始末するとき、クレアに顔を見られていたのです。だけど、すぐに優しい君を思い出してね。いろいろと調べたら、お父さんがマフィア組織のボスとして最低なことをしていたって知ったの。それで納得したのかい？ええ。むしろ、あんな形で君と会えなくなったのは寂しかった。だから、私も裏社会に入って君を探すことにしたの。君の仕事は？復讐屋よ。嘘だろ。やめてくれ。危険だ。どうやらカカオは大好きなクレアが裏社会の人間になっていることが嫌なようでした。私が裏社会に入ったのは君を好きになっちゃったからだよ。君が悪い。そう言われても。久々の再会を楽しまなきゃダメじゃん。少し夜風に当たりに行こっか。ちょっと。こうして自由奔放なクレアに振り回されていたカカオでしたが、ここで事件は起きました。君に話したいことがたくさんあるんだ。それより裏社会から抜けてくれよ。どうしようかな。クレア！なんとクレアが突然何者かによって狙撃されたのです。クレア、大丈夫かい？私も復讐屋として生きてきたから誰かに狙われていたみたい。そんな、君が裏社会に入るきっかけを作った僕のせいだ。裏社会に入ったのは私が決めたこと。君は気にしなくていいよ。でも。クレア！そんな、クレア！そして、そのままカカオの腕の中で、クレアは息を引き取ったのでした。クレアは僕と出会わなかったらこんなことにならなかった。過去を変えたい。クレアが死んでカカオが呆然とする中、突然カカオは光に包まれました。ここは？って、この体は何だい？
そしてカカオは気づけば子供の体になり、見覚えのある公園に一人でいたのです。ここってクレアと初めて出会った公園。もしかして僕は過去に戻った？正解だよ。死神？さっきお前は過去を変えたいと願っただろう。面白そうだから俺様の力で過去に戻してやったんだ。気まぐれがすごいね。本当に迷惑な存在だ。おいおい、お前は俺様に感謝する立場だろう。ここで過去を変えれば未来でクレアは死なずに済むかもしれないんだぞ。そうか、クレアは僕と出会ったことで裏社会に入ったのなら出会わなければいいんだ。こうしてカカオは未来を変えるため過去でクレアとの関係を断つ作戦をすることに。どうしてアスレチックで体を動かしてるんだ？ここで僕が修行していた時にクレアは話しかけてきたんだ。それが初めての出会いさ。なるほど。あ、来たぞ。君ってすごいんだね。かっこいい。カカオはクレアに話しかけられましたが、過去の自分とは違い、無視を続けました。ちょっと、無視ってひどくない？初対面でも返答くらいしてよ。もう知らない。あれでよかったのか？ああ、本当はあそこで僕がクレアに逆上がりを教えて仲良くなるんだけどね。ここで関係を断つことでクレアが裏社会に入るきっかけもなくなるはずさ。クレアは仲のいいお前にマフィア組織のボスのお父さんを殺されたからこそ裏社会に興味を持つようになったんだもんな。ああ、そうだよ。クレアのお父さんの始末は母さんに全て任せる。こうしてカカオはクレアと友達になることもなく過去を変えることに成功。さあ死神、僕を未来に戻してくれ。はいよ。未来はどう変わってるかね。クレアは一般人になって幸せに暮らしているはずだよ。クレアはカカオに執着して裏社会に入ることもないし、誰かに殺されることもない。そう思っていたカカオでしたが、そう簡単にはいきませんでした。カカオ、あなたの次のターゲットはあるマフィア組織のボスよ。データを送ったから確認しておいてね。了解。って、これは。なんとカカオが過去を変えたことでクレアはマフィア組織のボスになっていたのです。か、母さん、この人は一体？私が以前に始末したマフィア組織のボスに一人娘がいたようなの。その娘が組織を復活させたみたいだわ。嘘だろ。これは面白い。どうやらクレアはカカオと出会わないとマフィア組織のボスとして裏社会の人間になるようでした。どうするんだ？クレアは本当は心優しい人なんだ。直接会って僕が殺さずに済むよう説得するよ。今のお前はクレアとは友達でも何でもないってこと忘れるなよ。どうしてもクレアを殺したくないカカオはクレアに直接会ってみることに。ああ、誰だてめえ。これがクレア。人って出会いによって変わるもんなんだな。ですがクレアはカカオが知っていた元の優しい人とは大きく違っていたのです。こいつはマフィア組織のボスでお前のターゲットなんだろ。殺さないのか？僕が過去を変えたせいでこうなったんだ。殺せるわけないだろ。撤退だ。てめえ逃げてんじゃねえ。くそ、まさかこんな未来の変わり方をするなんて。クレアが死んでないならそれでいいんじゃないか。でもマフィア組織のボスならいつか必ず誰かに殺される。ならどうする？また過去に戻るか？ああ、頼むよ。仕方ないな。こうして過去を変えたことで未来がもっと悪くなったため、カカオはまた過去へ行くことにしました。また戻ってきたな。そもそもお前は未来のクレアにどうなっていてほしいんだ？クレアが一般人として生きていてほしい。その方が安全で幸せになれるはずだ。なるほど。殺し屋にも愛はあるんだな。責任だよ。僕と出会ったせいで彼女は復讐屋になって死んでしまったんだからね。でもどうするんだ？元の過去のようにお前がクレアと仲良くなってクレアのお父さんを殺すと、クレアはお前に執着して復讐屋になるだろう。ああ、逆に全く関わらなかったらさっきみたいにマフィア組織のボスになる。どうしようもないな。
やりようは必ずあるはずさ。よし、やってやる。俺様は最後まで見届けさせてもらうぜ。こうしてカカオは未来を変えるためにいろいろと作戦を立てることに。そろそろクレアが来る頃だ。そもそもクレアのお父さんを殺さなかったらいいんじゃないか。クレアのお父さんは極悪なマフィア組織のボスだから、どうせ誰かには殺されるよ。なるほどね。君ってすごいんだね。運動神経良さそう。このセリフを聞くのも3度目だね。君の名前は？私はクレアっていうの。よかったら私に逆上がり教えてよ。いいよ。カカオは元々の過去と同じように逆上がりを教えることでクレアと仲良くなりました。手伝ってくれてありがとう。すごく嬉しかったよ。うん。今度は一人でもできるように頑張るね。じゃあね。あとはクレアのお父さんを始末する仕事を他の殺し屋に回してもらうよう母さんに頼むよ。友人として以外でお前はなるべくクレアとは関わらないということか。ああ。でも他の奴にクレアのお父さんが殺されても、この前と同じでクレアはそのままマフィア組織のボスになるんじゃないか。大丈夫だよ。今回僕はクレアと仲良くなっているんだ。クレアが道を外さないように僕が支える。冷酷な殺し屋とは思えない発言だな。こうして時は経ち、クレアのお父さんは他の殺し屋によって始末されました。なんかね、お父さんがマフィア組織のボスで悪い人だったらしいの。それで殺されちゃって。そうだったんだね。仕方ないって気持ちと、お父さんを殺した人が憎いって気持ちがあって、私どうしたらいいかわからない。復讐は人を狂わせる。全て忘れてクレアは普通に幸せな人生を歩んでほしいな。僕が友人として君を支えるよ。カカオ、そうだよね。私が幸せにならないと。ありがとう。なるほど。クレアもお前のことが好きだろうし、素直に聞いてくれているな。これでクレアが裏社会に進むことはない。お父さんの死を悲しみ、復讐心を持ちそうなクレアを慰めたカカオ。カカオの言葉も素直に聞いてくれていて、全てがうまくいったと思っていました。クレア様、こんなところにいましたか。あなたたちはもしかしてマフィア組織の残党か。クレア様、アジトに戻りましょう。お父様の仇は必ず取るのです。でも、さあ早く。くそ。これはクレアがそのままマフィア組織のボスになる流れだな。クレアは突然現れたマフィア組織の残党たちにそのまま連れて行かれてしまったのでした。クレアが連れて行かれたぞ。どうするんだ。このままだとクレアはあいつらに復讐心を煽られてマフィア組織のボスになるかもしれない。なら、あのマフィア組織の残党たちを全員始末したらいいじゃないか。殺し屋として私的な感情でターゲット以外を始末するのはダメなんだよ。カカオ、新たな仕事よ。データ送ったから確認して。母さんごめん、今はそんな気分じゃ。いいから早く仕事をしなさい。くそ。そして悩むカカオに対してシュガーは新たな仕事を与えたのでした。クレア様のお父様は悪い人に殺されたのです。お父様の仇を取るためクレア様がこのマフィア組織のボスになるのです。復讐、お父さん。そうです。私たちと共に裏社会の天下を取りましょう。一方その頃、クレアはお父さんの部下たちにマフィア組織を引き継ぐように言われていました。クレアはお父さんが悪い人だとは分かりつつも、お父さんを殺した人に対する憎しみは残っていて葛藤していたのです。お父さんのこと大好きだったでしょう。好きだった。じゃあやり返すのです。うん。そしてクレアが復讐心を煽られてそのままマフィア組織のボスになってしまうという時でした。なんだこれは。突然白い煙が部屋中に蔓延し、クレアたちは何も見えなくなったのです。一体何が起きてるの。大丈夫かい。あなたは誰。煙が晴れると
組織の男たちは全員倒れ、クレアの前にはマスクをつけた謎の人物がいました。悪の道に行こうとしている君を救いに来た。え？君のお父さんがボスだったこの組織は、この町に違法薬物をばらまいて、たくさんの人たちを死に追いやった。そうなんだ。復讐したい気持ちはわかる。だけど、君の人生を第一に考えて楽しく生きてほしい。君にも大事な友達がいるだろう。友達、うん、好きな人がいる。きっとその人も君の復讐なんて望んでない。わかったね。うん、わかった。警察を呼んだから、ありのままのことを話せばいい。それじゃあ僕はこれで。ねえ、もしかして私たちどこかで会ったことある？初対面だよ。それじゃあ。そしてそのマスクをつけた謎の人物は、警察が来る前にその場を去ったのでした。あのマフィア組織の構成員は一人残らず始末したし、クレアも説得した。これでクレアが裏社会に進むことはない。お前が殺し屋だとはバレてないし、クレアが裏社会に執着する理由もないもんな。でも素敵な感情でターゲット以外は始末しないと言っていなかったか？あれは殺し屋としての仕事だよ。母さんから任せられたんだ。そうなのか？どうやらカカオはマフィア組織の残党を始末するようお母さんから頼まれたようでした。シュガーが気を利かせて仕事を任せたことにカカオは気づいていないようですが、しかも僕はクレアと友達のままだ。もし今後クレアが道を踏み外しそうになっても、ここにいる僕が支えるはずさ。なるほどな。じゃ、もう未来に戻ってもいいんだな。ああ、頼むよ。そして未来を無事に変えられたと確信したカカオは、そのまま過去から戻ることに。死神はもういないね。さ、現在のクレアがどうなっているか調べないと。戻ってきたカカオは早速クレアの今の様子を調べて会いに行くことにしました。調べた通り、裏社会の人間ではなさそうだ。よかった。カカオの頑張りもあり、クレアは復讐屋でもなく、一般人として幸せに暮らしていました。ですが、あの後カカオはすぐに引っ越したため、クレアとは疎遠になっているようです。そういえばカカオって今何してるんだろう。元気にしてるのかな。クレア、僕はここに。ん？今何か聞こえた気が。ダメだ、裏社会の僕が関わるのはクレアのためにはならない。気のせいね。クレア、幸せになってね。そしてクレアが無事に過ごしているのを確認したカカオは、何も言わずにその場を去ったのでした。カカオがまさかクレアのためにあんなに頑張るとは思わなかったよ。カカオは自分が原因でクレアが裏社会の人間になって死ぬのが嫌だったんだな。カカオがクレアに対して好意を持っていたからというのもあると思いますよ。カカオもなんだかんだ人の心を持ってるんだね。殺し屋にも人の心はあるんだな。でもクレアとカカオが疎遠になっていたのは少し残念。実はあの後少し展開があったので、この後のおまけで確認してみてください。はーい。今日の動画が面白かったらグッドとチャンネル登録よろしくね。それじゃあ次回の動画でまた会おうね。バイバイチーン。あれ、これなんだろう。え、カカオアルカラムに関する情報。一体誰がこんなものを。一度運命の別れかけた二人がまた出会うかもしれない。最高に面白い展開だ。死神さんがカカオの個人情報をクレアに流したんですね。悪い人です。ぎ、案内人。でも私もこの展開は気になるので、死神さんグッジョブです。怒られなくてよかったぜ。